速稼塾の久保です。2021年夏、いやー暑いですね。朝からもうね、太陽がさんさんと照って、もう脳裏を焼き尽くすようでございます。そんな夏に外せないのはアイスクリーム。私ね、もうってアイスクリームを食べていたんですけども、最近切り替えましてね、最近はこれです。あずきバーのこのいろいろ入ってる6本入りパックを買っております。1本入りのやつと比べてちょっとちっちゃいんですけども、その分2本3本とまとめて食べるようにしております。まあ、このあずきバーっていえばね、硬いのが特徴なんですけどもね、その硬さが夏を感じさせて、また癖になるわけですよ。ロングライン商品、井村屋のあずきバー、今ね、3000円当たるっていうのをやってますけども、こちらの方いかがですかね。なんだろう、これどうやって送るんだろう。ここにね、はがきがついてますね。これ送れば当たるみたいなんで、送ってみようかな。まあ、ちょっといただきますね。美味しいね。小豆がしっかり入ってて、この硬さも昔から一個も変わらない。ちなみにこれはラクトアイスなんですかね、アイスクリームなんですかね、書いてないですね。アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスとあるんですけども、分類、これ氷菓子だ。4つ目の分類で。氷菓子なんですね。借金取りみたいな感じですけどね。美味しい。皆さんも夏を乗り切るアイスクリーム、味方につけてはいかがでしょうか。さすがにこれをね、皆さんのところにお送りすることはできないんで、ご近所のスーパーなどでご購入ください。カリッと青春。